田中和樹が帰れば追いつきます。初節鈴木大地、打ち上げた、跳ねて上がったフライは内野が出てきます。サードがショートか、サードがダーッと出た。そして田中和樹が帰ってきて追いつきました。サードの周東がこぼしてしまいました。2回に追いついた、ご覧いただきます。これ鈴木選手は打ち損じてしまったんですけれどもね、これ周東選手いいですか、ここ見ててください。これマウンド通っていくんですよ。だから高さのあるところがあるもう通ってるんで目線が当然ブレますよね。だからこういうことが起こる可能性があるんですよ。本来あそこですと誰が行けべきだったでしょうか。まあ僕の考えはファーストですね。中村選手が行くのが良かったではないかと思います。今内野の他の周東選手以外の動きを見ますと、はい、かなり周東選手が早めにこう声をかけたそうですね、はい、4人とも一度取りに行って、はい、周東選手が声をかけたからじゃあって言って引いていってる。そうですね、はい、